始めよう。始まる。どうも、マソ TV でーす。違うだろ、違うだろ。はい、始まりましたよ。でも言ってみたくなるよな、あれ。俺好き、俺そういうの好き。俺あれ言ってみたくなる。いやでも回答一番パクるの好き。うん。いや結構真似したくなるようなそのフレーズ多いからな、 YouTuber の人って。やっぱり。ああ、わかる。うん。俺持ってないからそれ。うわ、これちょっと真似したろみたいな。ヒカルさんあれじゃないですか。始めるよ。あ、始めるよみたいな。そんな、それこれだけやからな、それは。やるよみたいな。あ、やるよ、行くよ。ただの不愛想な人じゃん。決め台詞というか、そのなんなら最初の始まりの挨拶って結構なんか特徴的な人多いからな、やっぱ人気の人って。うん。一回じゃあ寝よっか。オッケー、もう、スリーピング。ナウスリーピング、スリーピングナウ。あ、I'm gonna go sleep. Yes! OK。OK。しそかつおにんにくがうまい。OK! 何食べてんのなんか。にんにく食べてる。もう食べながらやるあたりがこの実況なのな。うん。俺特茶飲みながらだしね。うん。ちょっと俺もなんか腹減ってたな。マジで。マクド行こうかな。まあ。マクド。このタイミングで行くの？もうそれ実況じゃなくなってくるよね。マクド行く実況ってなってくるからね。あ、何お前、お。ザコが。急に我々放置されちゃってるだけになっちゃう。お、何しとんこいつ、おい。くそ、俺が。なんか今爆発音が聞こえたんだけど。クワで耕したやつをさ。くそやな。羊いないかな。あ、やった、羊一匹発見。オッケー、種植え始めた。いた。知ってたらまあ増えるからね。もう一匹ね。あ、種がなくなってもた。まあしゃあないか。あ、種ね、多分チェストの中にいっぱいあるんじゃないか。多分あるよな、絶対。いっぱい入ってるよ。いっぱい入ってる。とりあえず種植えて。お、でも家の周りが花でいっぱいになっていっきょるわ。そう、綺麗な方がいいよね。ええな。なんかその入学式みたいな、今ただシーズン的入学式やから入学式言ったら入学式みたいなかもしれないけど、うん、多分ねこれ俺のところで何再生されるかアップされるの多分ゴールデンウィークぐらいか。マジで時間かかるな。タケさんだったらクリスマスぐらい。頑張ります。やばい。タケさん、生が忙しいからね。タケさん、いつ、俺、だからタケさんの動画、いつ終わるんやろと思って心配しとるからな、若干俺。だって、まだ一本しか出てないやろ、確かだって。でも、二本目のやつは、もう編集は、もうほとんど。あ、なるほど。いつ終わるみたいな。タケさんね、俺とやるの嫌じゃないかなって心配だったんだ、正直。いや、そこはでも嫌かもしれん。それはでもあるかもしれん、そこは嫌っていうのは。なんで確かに、マスオさんだったらちょっとやっぱアンチ叩かれるかなみたいな。まあね、結構ね、いるけど、まあ、多分ね、すぎるだろ。いろいろ違うから面白いんだと思うけどね。まあ確かにね、俺もビビったから。すげえなみたいな。あれもあれで面白かったけどね。おもれえと思う。違うんだなって、見てる人が。なんか、面白い木見つけた。よし、来い、来い、羊来い、やったー！この木使いてえな。アカシア。やったー、一匹。アカシア綺麗だよ、ね。美食神アカシアの木ゲットしたぞ。なんか前も言ったな、それ。うん、ラッキー。これちょっと、加工してどうなるんかちょっと見たことないやな。え、何これ。え、なんかオレンジ色になるんだ。うわ、すげえ。あ、めっちゃかっこええやん。オレンジ初めて見たわ、これ。うん。ええな、これ。使おう。種類としては、あれ、あと、ダークオークとかもあるはず。あー、ダークオークは多分見たことあるな。ほんとに？俺一回 PC 版やってたことあるんで。あー。そっかそっか。その時に見たな、確かダークオークは。アカシアは探したけどなかったやろ、確か、その当時。結構見つかりにくいみたいな話を聞いて。あー。アカシアでもだって、バイオームによってね。うん、近くにあるよ。アカシアちょっとまた、こっそり取っとこう。こっそりじゃなくて。なんかあった時に。堂々と。なんかあった時のために取っとこう。せい。どうしようかなぁ。何やってる？何もやってない。いや、いいと思う。あれね、やば。俺、働き上のね、屋根をちょっと作っちゃおうかな。ああ、僕やね。
そう、ちょっとかわいそうだなと思って確かにちょっと屋根は欲しいな、俺も屋根欲しい、うん、絶対作っといて欲しいな、屋根は。あ、いって、あー、ちっちゃいゾンビだ、ちっちゃいゾンビだ、ミニゾンビ、やばい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 、オッケー、種植え終わった、オッケー。なんでこんな、なんか穴いっぱいあるんだ。確かに穴がやばいよな、これ。これ埋めなあかんのじゃない、うん、てかこれ埋めた方がいいよな。表面だけでも埋める、うん、だからこっちにクリーパーもいて、今ごめんね。埋めるほどの土がないっていう、うん、え、土ね、俺多分いっぱい持ってるよ。土、家の中の倉庫どっかにいっぱい入ってるよ。よし、倒したー。マジか、土欲しい。俺もちょっと埋める、埋めに入ろうかな。ダメだ、みんなで来よう。怖いところがたくさんだ。梅の光行くか。え、あんま入ってないな。丸石はめっちゃあるけど土はないぞ。あ、今じゃあ入れるよ。こっちあるんか。ないな、はい、はい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 、よいしょ。どこどこどこ、はい、こっちこっちこっち、ドーンドーンドーン。でもあれ多分これ足りひんな、多分あの穴埋めようもた。え、まだ足りない。だってこの穴やで、だってめっちゃ広くない。表面だけ、あ、表面だけで行くってこと。うん、表面だけとりあえず塞いちゃえば、落ちてればね、いいか。じゃあ表面だけ行くか。で、なんか俺空洞あったらなんか嫌やなと思って。あー、まあ、まあでもそれはまた、うん、そこむしろ探検しちゃえばね、楽しいかもしれない。またいつかの機会に。ていうかでもこの辺いっぱいあるよ、そんな穴。うん、ここね、すごい穴だらけ。やばいな、マンだらけみたいな言い方したな。穴だらけ。やっぱ関西の人って基本ボケをこうね、その発想が羨ましいわ、なんかも。なんか、いやでもタケさんもヒカルさんもね、この会話がね、面白いから本当にね、その発想全部羨ましい。すげえ面白い。ずっと聞いてたくなった。いやいやいや。このボケの発想がいいと。何しようと思ったんだっけ。あ、そう。やばい。ミニゾンビ、かわいい。え、ミニゾンビが可愛いの？ええな、これ。見て見て見て。どこどこどこ？すげえ追ってきてる。すげえ。こいつ足の回転めっちゃ速いな。小回り効くな。え、これ攻撃してこへんの？腕が上手いと、ああいうこともできるんだ。うわ、可愛い。え、攻撃してこへん、こいつ。え、もう俺にしか目がないみたいな。あ、じゃあ。あ、倒しちゃった、倒しちゃった。よし。殺戮マシン。無言で去っていくの。討伐完了。違うゲーム、違うゲーム。オッケーオッケー。いいよ。ミッションコンプリート。違うゲーム、違うゲーム。さて。あ、イカがなんかすごいとこ挟まっとるやん、こいつ。何しよん、こいつ。買うか、ここで。まあ、ええわ。イカがを。イカを買う。イカ買うってできんらしいな、セーバー。イカはね。勝手に消えるらしいな、セーバー、なんか、こいつ。平地が広がるな。おぉ、びっくりした。イカびっくりした。ダメだ。イカびっくりして。俺、マウス落とす。魔物や、魔物。いやびっくりした。今俺ビデオカメラ回ってるから顔も全部バレてんだよな。そんなびっくりする？逆に。いやこんな敵いたっけってね。なんかいろいろ頭の中でぐるぐるしてた今。愉快愉快。まあもうエネミーっぽさはすごいからな、これ。そう、なんかさ、もう完全に敵だよね、あれね。ヒカルさんつける？つけようかな、ちょっとだけ。あー、びっくりした。あー、特茶飲もう。びっくりして特茶飲む。これどこにつけるんや。あ、頭装備。あ、うわ、つけてるつけてる。頭装備消えてもだやん。見にく見にく。これ銀行強盗の気持ちが味わえるってやつかんかな。銀行強盗の気持ちか。こういう、あれなんや、目線なんや。確かに、この、暗いな。視野狭もうなんか、ヒカルさんの要素がなくなったよ、うん、急に。リアル。王子様っぽかったのがもう一切なくなって。一切なくなった。あ、やっぱこれかな、やっぱり。戻った。松さん、これつけときます？じゃあ。うん、俺つける。じゃあ、いきます。せーの、ボス。うわ、変態や。絶対言うと思った、そんな感じで。うわ、変態だ。なんだよ、変態マスク。おかしいのかよ。変態かおかしいのかよ。おい、おい。どつかないで、どつかないで。おい、何やってんの？どつかないで。おい、おい。しばかないで、しばかないで。
地元のうざいやつって感じやな。おいおいおい、やばいやばい、危ない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 、怖い怖い、この人お前なんか言ったろ。聞いてない聞いてない、全然オッケー、近づくんじゃねえぞ。しばっからな。たまにおるやな、こういうなんかうざいやつ。やだ、地元嫌なやつ、嫌なやつ、うん、なんか嫌なやつ認定されちゃった。嫌なやつ帰ろう。打たれ弱い。おっしゃ、メンタルは弱い、豆腐メンタルか、豆腐メンタル。なんだっけ、あ、ピッケルがないんや、ピッケルが。あ、ピッケル使う、ピッケル。畑、畑作りはどう、はい、畑作りは。Thank you。 順調、畑、お、これ鉄やん。うん、畑もあと伸ばすだけやから終わった。でもおお、グッジョブ、ほぼできたもん、当然。もうここを見てもらえれば。あ、見よう見よう、見に行こう。これをこれを伸ばすだけやけど、あとはもうこれ水際やから、水際の、そうそうそう、水際のマスオがもうここは担当。ああ、俺の担当やっぱりまだ残ってんだね。きっちり種がもうなかった、種がなかったね。もう種あるあるある、 あ、 ある、うん、多分これあと3倍ぐらい伸ばしたらめっちゃ小麦取れるの、一発で。おお、よいしょ、これめっちゃいるもんな。明かりがちょっと必要だよね。あ、明かり、あ、じゃあこれ間に、そうだね、あのブロック置いて松明置けば。何これ、え。浮いた、中に。じゃあこれで松田置けば大丈夫ですね。松田置けばね、もうそれで完璧。松田へ。オッケー。ちょっと中途半端だけど、前は。あ、じゃあこれ2個だけにしよう、ここ。あ、イカが。イカが罠にはまった。イカがすごい。イカがなものか。よし。やばい。どうし、どうした、どうし、どうしよう、どうしよう。どうした、今のは無反応でいいかな。あ、イカ君どうした、イカがなものか。イカ、イカに当たるな。負けない、イカに当たるな。怒ってんなぁ、マジで。バレます、バレてます。え、なに、みんな眠いの、大丈夫。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。みんな眠い。あ、水消えた。あ、オッケーオッケー、大丈夫。くそ。はい。なんてことだ。任して。じゃあ、これで、完成？はいよ。オッケー。また伸ばす。よ。やったー、さあ。お、いいやん。いい感じ、いい感じ。統一感を出してみたという。いいね、バランス取れてる。うん、なんかすごく綺麗。いやー、オッケー。で、これ牧場も完成。もうさすが牧場ね、ごめん、まだね、天井ができてないんだ。あと羊が一匹足りないんだけど。あー、まだ寝るときにでも数えてみればいるかもしれないですよ、夢の中でね。そう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 、メルヘンチックなこともヒカルさんは言うんだな。やっぱ俺はどこでも対応できる男なんでね、うん、炭酸電池みたいな男なんでね、簡単に言ったら。どういう炭酸電池、だからやっぱ単一みたいに、そういうことか、そういうことか、そうそう、便利、単一みたいにちょっとなんかでかくて、なんかもうここっていう時に使える男じゃないんですよ。炭酸電池みたいにいつでもどのゲームでも対応できるっていう、そういうことね。そうそうそう、自分を炭酸電池っていう人初めて見たわ。ちょっとボケのちょっとレベル高すぎたんすか、ちょっと。高かったなぁ。俺結構マニアックなボケ行きますからね。たびたび。ちょっと多分漫画とか読んでへんから分かれへんようなやつ多いんでね、ちょっと俺。結構あるよね、でもね。結構俺多分マニアックやと思う、マジで。結構濃いボケを楽しむこと。よし。よし、じゃあ一旦もう一回寝ます？ I am sleeping。寝ましょう。OK。早い、はい、時間が過ぎるの早い。そう、時間が過ぎるのがね、早いんだよね、あっという間に。そう、そこやねん。あっちゅう間にや。録画時間大丈夫？大丈夫、まだ14分。まだまだいける。14分は大丈夫なのか。まだまだいけるで、俺は。やれる。やれる。気づいた時に、気づいた時に入れた方がいいんじゃない、うん、確かに確かに、それはあるかもしれん。ちょっと、定期的にパッといった方がいいと思う、多分。あー、大丈夫かな、まだ。でもあと5分ぐらいか。あと5分ぐらい。早いな。お、クリーパー！あばい、あ、倒しようかな。やばい。本当だ、爆破されたら困る。あいつ先に先手必勝で芝く。羊、あとじゃあ羊一匹集めたらこう黒曜石にでも取り、あ、クリーパーがまさの僕が近づいたらやばい、あ、まずちょっと待って、まずおるぞおるぞおるぞ、ちょっといいやついいやついた、あ、
今ね、ね、こっちこっち、すごい可愛いのいるよ、可愛いの。こういうのあるんだ。なになになに、みんなみんなみんな、これ見てほしいな。どこどこどこ、家の裏側。家の裏後ろから。うん。やったー、撃破。あ、今ね、連れていくわ。俺、これ知らなかったわ。え、クリーパーおるやん。あ、ほら、これね。はい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 。いていていて、早い早い早い。え、何こいつ何こいつ何こいつ。え、何これ。早い。いていていて。なんなんこいつ。え、つえこいつ何これ。マジでアヒルゾンビ。アヒルゾンビ。なんなんこいつアヒルゾンビや。アヒルゾンビ。何これ初めて見たこんなん。早い早い早い。あ、やばい。まずは後ろ、クリーパー。後ろ。後ろ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 。あ、本当だ本当だ。ありがとう、本当に教えてくれて。家爆破された終わりや、これ。戦え、戦うんだ、みんな。いって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 、もうこれ、こいつ倒すね。よし、倒した。あ、鳥だけ残った。よっしゃ、鳥、鳥を殺した。やったー。生け捕りにすればいいのに。いや、俺、マサの助けようと思って、必死やって、目の前見えへんかって、真っ暗になって。いや、必死だったんだ。じゃあ、それじゃあもう俺、怒れないな。いや、怒れないわ、もう。いやー。それは仕方ないわな。それは仕方ないわ。まあ、仮っすね、松本さん。助けたんで。あ、また仮？やっぱ助けたんで、やっぱそれは、助けてもらったら、それ仮できるでしょ、さすがに。だってさっき松本さん助けて言っとったから、やばいやばいやばい言っとったから、俺それ助けたんですけどね。あー、それも貸し借りになっちゃうんだ。やばいな。で、この貸し借りは何で帳消しするつもりなの、これは。いや、それはまあ、こっちのあれなんで、また。それはまた、これからのね、これからね。これからね。あ、本当に？まあ、それ、態度で示してもらわないと。やばいよ。まあ、まさか、なんか油断しとったらいつかこれがすごい溜まりますから。リアルな現実で、この前、貸しあったよな、マインクラフトの中で言われるから。そう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 。だから、このゲームの貸しだと思って甘く見たら、これ現実世界でも一緒やから、これは。そうそう、人生の中でも貸しそう。やっぱこの世界って等価交換やから、鋼の錬金と一緒なわけ、やっぱり。そんな。やった次の見たらおごりみたいな。そうそうそう、甘くはないで、そんなに人生は。やっぱり。サトウキビ発見。おお。お、ザワワや、ザワワ。いいね、いいね。ザワワや、ザワワ。オッケー。やばい、羊がいない、羊あと一匹いれば。羊さん。羊さん。羊さん、どこおるんすか？発見！いた？いた。結構ね、遠いからちょっと頑張って連れてく。オッケー。確かに遠いな、これ。俺見えとるもん、マスオさん。え、見えてるんだ。あ、何あれ、ゾンビが燃えとる。まあ、やば、ほっとこ。どうしようかな。フランスギーク。牛地味に早いな。そう、もう牛がね。ちょこまかちょこまか動きやがってよ。おい。よし、とりあえず2匹くれば。なんかあったよ、まだ。あ、洞窟や。ああ、洞窟発見したけど、前は。洞窟だった？洞窟ありましたね。お、うん、洞窟。その洞窟行きながら今度黒曜石探します？ああ、確かにそれもいいかも。ねえ。あ、じゃあダイヤ装備。うん、ダイヤ装備。作っとこう。そう、作っといてもらったら、うん。いい感じでいけそう。目印作っとくか、じゃあ。洞窟の。あった、これ。ああ！ん？まずい。落ちてまいった洞窟に。ああ、ゾンビおるわ。さすが洞窟。なんか楽しんでる。悔しいな、これ。悔しい。楽しんでる。いいな、いいな。オッケーオッケーオッケー。洞窟発見。イェーイ！すげえ。上から見ると綺麗だな、ここ。洞窟発見したから。もしかして山に登ってる的な？山より高いとこにいる。え、山より高いところ？おー、高いところにいる。おー、いますね。印？塔？塔？マサさんどこや？俺ここ。あ、おったおったおった。おった。え、どこだ？おー。マサさんちょっと俺から見ても遠いから多分、その距離からって見えへんかも。あ、羊、2匹。本当に？もう2匹2匹。2匹連れてきてる。ちょっとずつちょっとずつ。もう頑張れ、マサさん。頑張れ、マサさんそこに洞窟あるから。本当に？そう、その目の前。あ、ここの下？そう、それ。やばいやばい。こう落ちちゃったらやばいもう。それ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 。おー、いい感じの洞窟だね。多分そこはなんかありそうな気がする。うん、いた。俺は何もせえへん。あ、それ水の上にいるんだ、たけさん。これ、あれですよ。ほう。前3人で地下から登ってきたときに。うーん。ケンジ来た、通常の竹ね。
そうそうそう。水上なんだ。水上の竹って言っちゃったらもうマスオさん、あれじゃん、称号なくなっちゃったじゃん。いや、マスオさん、水際やから、水際やから。水洗浄と水上はじゃ若干違う。戦う。いやでも役割分担できてていいってこと。まあまあまあ確かに。その水の上ではやっぱ、竹さんに勝るもんはいないっていう。さすがだなぁ。おぉ、ウォーターサラダ竹。いいね。これなんでたまに羊がこう反応しなくなっちゃうかね。怖い怖い怖い。なんだろうね。ね、たまにこうあるよね。やったー、今日の夜は羊の肉だ。ジンギスカン。ジンギスカンやった。ラムラムラム。ジンギスカン食べよう。ラム食べよう。この前北海道行ってきたからね。豚肉。いいなあの日。北海道面白そうやな。前回の撮影ね、北海道から飛行機で帰ってきて直で家でそうだったんだよ。ああ、酔ったな、確か酔った、確か酔ったわ。そうそうそう。よっしゃ。北海道って、やっぱり寒いんかな。いや、意外とね、暖かかったんだよね。最近の東京の方がよっぽど寒いって。でも北海道なんか虫がおれへんって聞いた俺。ゴキブリとか出てこへんみたいな。ああ、ゴキブリいなかったな。聞くね、なんかね。うん、北海道はマジで虫がおらへんっていう。ゴキブリとかうち前出たしな。マジか。思わず動画にしちゃったもん。エアコンから出てきた。エアコンから？この前まで2階建ての1階がね、海鮮丼屋さんだったんだよ。ああ、じゃあ、湧くんや。やべやべ、出ちゃった出ちゃった出ちゃった。ああ、やっちまったな、俺。出すな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 。出しちゃダメだ。来い来い来い羊。こっち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 。大丈夫？あ、攻撃しちゃったら行っちゃうよ。攻撃しちゃったら行っちゃうよ。行っちゃっちゃいや。とりあえずその好奇心を抑えて。抑えようがない。もう一匹逃げた、もう一匹逃げた。ああ、やばいやばい。あれあれを小麦を持ってきてこう、あ、やばい。ちょっとマジでやばいなあれは。ちょっと待って、こっちは小麦でもないんやな俺。あ、できとるわ。やったー、採取の時期やったー。初採取。あ、でも持たれへん、クソ。羽いらんわ、こんなもん。羽なんていらねえんだよ俺にはな。よし、2匹ついに入りましたー。あ、入ったんか。イエイ、できたー。完成。まあ、天井っていうか。じゃあ、これで、牧場が完成と。ふん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 。オッケー。オッケー。じゃあ、俺もちょうど20分やから、牧場完成として動画出せるわ。オッケー。はい、牧場完成。ただ、すごいみすぼらしいけど、大丈夫かな。いけるか。いや、これからね、これからの発展に行きたいっていう、もう、感じはすごい出とるな、これ、今。それだいぶ課題残ってない？大丈夫？これ課題しかないぐらいかもしれん、もしかしたら。まだ。あの、上がまだできてないからね。アカシアの木にしたいんだけど。確かにみすぼらしいな。うん。ちょっと今、竹さん。ここででもやっとわかった。マスオさんの建築センス。あった。家はでも綺麗じゃん、マスオさん。確かにな。ちょっとね、アカシアで色付けしたいんだよね、屋根を。ああ。そう。なるほどね。なるほど。じゃあ一旦俺終わります。はい、バイ。